敵系って言われてたから、ね、皆様本日は総奉行神事奉仕者に挨拶をなす。あるいはラブセ馬とも言いまして、流れるカルカブラの馬と書きます。これはカブラを飛ばすことで馬を馳せながらカブラを射る意味をこじとしたと言われております。今から約900年前のヤブサメは朝廷警護に当たりました武士によって盛んに行われておりました。儀式などを好みました八代将軍時川吉宗によりまして再興されたのが現在に受け継がれておりますやぶさめでございます。現存する流派でございますが、本日奉納を行ってくださいます、徳川時代に再興された伝統を受け継ぐ小笠原流と、そしてもう一つ熊本細川小笠原長清公より年々と続く小笠原総領に伝わるものでございます。この瞬間を皆様には心よりお楽しみいただきたいと存じます。お願い申し上げます。馬に乗っておりますのは宗家源長宗、そして後ろの馬に乗っておりますのは一番手石野の武士でございます。店長地球式ただいまで行われます天長地球式でございますが、天長地球というのは天地が永久に変わらないように、また物事がいつまでも末永く続いていくようにと願っての意味でございます。やぶさめの前に行われますのは、今までの天下太平国家安泰万民息災を祈る儀式でございます。まずは天に向かって矢を射る仕草をします。そして今度は大地、地に向かって射る仕草をします。
にただいまより早期が矢を伸ばします。どうぞ皆様ありがとうございますのでお気をつけください。どうぞ遠慮なく拍手を送ってください。天と地を言った矢は巫女が受け取りまして神殿に慎んでお供えをいたします。また実際に僧侶が放ちました矢、ヒューッという音が聞こえたと思います。これは鳴りかぶらと申すものでございまして、かぶらの部分に穴が開き音が鳴るようになっております。今から始めますよ。よし。それではつばし、つばせり走ってまいりました。有効な感情を皆様ご覧くださいませ。そして今の足運びにもご覧いただきたいと思います。今もご注目いただき、また馬の走り方にも注目いただきましょう。そばを通るときに実感していただけたと思いますが、スピードがかなり上がっております。本番ではここに山が立つお様一つの経験になるようにではないかと思いますので、怪我などないと、事故などないとお楽しみいただきたいと思います。それでは皆様のご協力いただきようでございます。小さなお子様を一度お子様の方から十分に気をつけてくださいませ。写真は撮るように気持ちがないので、朝のお忘れてしまったので、お願いいたします。ゆかちゃんを回収しよう。ゆかちゃん、ゆかちゃん、行こうか。ゆかちゃん、ナイスでございます。はい。これから本日が始まるのですが、もちろん本日では実際に矢を的に当ててまいります。見事的に当たりましたら、皆様には大きな拍手をお願いしたいと思います。テレビカメラです。ババマとの武器を
走り出すところの奉行は赤い扇を持って、そして馬場杉への奉行は白い扇を持って、お互いに多いですから、テレビが合図をするために扇で安全確認をしております。岸殿の彼氏、そしてお部屋の明、お二人の輸送を巻いて今山を戻ってまいります。走り出す前に馬場奉行が大きく扇を掲げますので、その辺も皆様にしっかりとご覧いただきたいと思います。これは矢を切り出して合図をすることです
皆様の拍手を受けながら進んでまいります。そして後ろに続いておりますのが舘野のりか、そして小倉のあきら。で、後ろは役どころを務めてくださいました皆様でございます。